どうも、こんばんは、エネムです。今回は東京グールリインボーク、メンテナンスが明けましてですね、占領戦第2週目なんですけども、ガシャの方にですね、おすすめリインボークフェス、おすすめトーカー誕生日記念リバイバルということで、その下にプレミアムガシャひなみですね、懐かしむ少女笛口ひなみ、これは RE のひなみですね。キャラの詳細を見ていきましょう。まあ、リニューアルされる前から週刊誌月刊誌か V ジャンプの方で情報は出てたんですけども、まあ、やっと来たって感じですね。リニューアル後すぐ来るのかと思ったら、なかなか来なくて1ヶ月もう過ぎてるよね。1ヶ月とちょっとして、やっと登場ということですね。効果を読んでいきましょう。まるでお兄ちゃんみたいだね。レベル5、サンタの間自身のガード率 30% アップ、味方、全員の体力を 20% 回復。まあ性能としてはどうなんでしょうかというところですね。サイコの方がなかなかいいんじゃないかとは思うんですけど、ちょっとサイコのねスキル忘れたんで、ちょっとどこが差別化できてるかっていうと、まあガード率ぐらいしか分かんないんだけど、サイコは前衛の、味方の防御力ディフェンスをアップさせるんですね。それに対してこのひなみは自分のガード率を 30% アップさせるんですね。前衛じゃなくて自分だけです。ひなみだけですね。まあどうなんだろうな、まあ、僕ちょっと何とも言えないです。僕はサイコの方がいいような気がします。まあとりあえず10連引いていきましょう。10連で当たってほしい。まあなんか最近このインボケにログインできないっていうか、落ちちゃうアプリが落ちちゃう不具合があって、とりあえず先日アンドロイドだけかな、おいひもきよい、まあアンドロイドだけ対象っていうかアップできたらしいんですけど、なんかねもうメンテナンス終わってから僕のアプリもなんか落ちるんですよね、妙に。まあ俺 iPhone なんで iOS なんですけど、はい、まあひなみは出ませんでしたよということでですね、まあ RE のひなみフェスてかフェス限でひなみってまだいないですよね。フェス限にひなみが来るのはいつになるのか分かんないですけど、まあその時は確定枠まで、あそうか、フェスって確定枠じゃないんか、最後まで行ったらフェス限が確定なんだっけ。まあいいや、というわけでですね、今回は RE のひなみ登場ということで、10連引きました。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様です。